野菜の前処理をしております。そのサンプルの準備ですね。福島の農作物すべてきちんとモニタリングされてスクリーニングされて、それ基準に満たないものはきちんと廃棄処理をされていると今勉強させていただきました。で実際にそのモニタリング の部屋などを見せていただきまして、きちんと処理をされている ところを見まして大変安心いたしました。一日も早く福島の農作物が全てが安全だという宣言される日が来ることを待ち望んでおります。